Tomo. Yeah. うまい。飯だ、飯。腹減った、腹減った。遅いぞ、ジャック。あ、どこ行くんだ、リドリー。 ひどい熱だ。
おい、リドリー、しっかりしろ。一体どうしちまったんだよ。クロス様、やはりあの女、何も吐きません。あいつはジャックのたった一人の身内だ。必ずどこかで接触している。攻め方が甘いのではないか。そのようなことは。徹底的に可愛がってやれ。徹底的にな。はっ、承知いたしました。いや、そうではない。これは玉継ぎの儀式の、いわば後遺症だ。玉継ぎの儀式の、ハップの魂がまだ完全に同化していない。そのためリドリーの魂が抵抗しているのだ。よくわかんないけど大丈夫なのか。ああ、もちろんだ。まあ、とにかく今は安静が必要だ。ここでゆっくり休ませてやることだ。器の覚醒は近い。兄者の死は決して無駄にはせんぞ。背負うか。くそ、俺が守るって決めたのに。リドリー、しっかりしろよ。どうぞ。やっと会えただな、フォーティーノ。ついに来たか、パーセク。あっちこち、ずいぶん探しただよ。まさか、こんな目立つとこにいるとはな。それは、人間の中枢に入り込む必要があったからだ。なんで入り込む必要があるだ？いや、もっと言えば、なんで人間に竜を撃たせ、戦争を起こさせているだ？力の均衡を失うと、世界は破滅しかねん。それぐらい、おめえにもわかってるべ。人間は、儚く脆い。え？何言ってるだ？竜もエルフも不死を約束されているのに、人間は死に滅びるのが宿命だ。なのに人間はもっと上へ、もっと力をとひたむきに努力する。なぜ、なぜだ。滅びることは明白なのになぜ。フォーティーノ、おめえもしかすと。わかんねえ。
わしはクトワスの秩序を守るだけだ。それがわしの役目だからな。だどもおめえは役目を果たす気がねえようだ。もう会うこともないか。だな。最後に会えてよかっただよ。達者でな、パーセク。おめえもな、フォーティーノ。どうぞ。お呼びですか、ルシオン殿。ダイナス将軍、今しがた城を出て行った大男がいます。その男の正体は竜です。竜？瞳の中に炎を持つ男、人に姿を変えた火竜です。なんと。すぐに追って討ち取ってください。はっ、了解した。誰かおらぬか。即刻騎士団を召集せよ。さらばだ、パーセク。リドリー。リドリー、気がついたのか。しっかりしろ。じゃ。よかった、リドリー。ここはヘレンシア砦だよ。私は食事の時気分が悪くなってそのままぶっ倒れたんだ。びっくりしたぜ。わからない。覚えていない。私はどうしていた。私は私ではないのか。ジャック、私は。落ち着けよ、リドリー。大変だ、パーセク様が騎士団に襲われた。何、カリューのおっさんが無事なのか。わからない。ただ火の山に追い込まれたって。助けに行かなくては。何言ってんだ、リドリー。そんな状態で無理だ。俺が行ってくる。ジャック。お前はちゃんと体を回復させるんだ。いいな。ジャック。もう何者も死なすわけには。これ以上私のために。おっさんは死なせない。だから俺に任せろな。ジャック、急いで。おう。ジャック、
なんだ？Thank you.